難度型フラッシュメモリ、難度型フラッシュメモリ、難度型フラッシュメモリ、難度フラッシュメモリは、不揮発性記憶素子のフラッシュメモリの一種である。ノア型フラッシュメモリと比べて、回路規模が小さく、安価に、大容量化できる。また書き込みや消去も高速であるが、バイト単位の書き換え動作は増えてである。 従来のフロッピーディスクに代わる PC 用の USB メモリやソリッドステートドライブ、SSD、デジタルカメラ用のメモリーカード、携帯音楽プレイヤー、携帯電話などの記憶装置として使用される。1ビットの情報を蓄積するのに必要な回路構成をメモリセル、または単にセルと呼ぶ。難度型の場合、一つのセルはシリコン基板上の P 型半導体層を 挟み込むように、ソースと、ドレインとなる二つの型半導体部分を作り、その P 型の上に、トンネル酸化膜と呼ばれる水槽を経て、ポリシリコン製の浮遊ゲートを作り、さらにその上に制御ゲートを置く。図のような列が、左右方向に多数並び、このまとまりがブロック、横の行がページ、ともに、口述になる。浮遊ゲート内の電子は、 冬ゲートを覆う絶縁体により放置されるため、電源を供給することなくデータを数年間程度放置することができる。難度型フラッシュメモリでは上書き動作が行えないため、書き込み可能な空きページがなければ書き換えない部分を読み出して別に保持し、そのブロック全体を消去してからブロックを書き込む動作が求められる。以下では基本動作を説明し、ページとブロックに関する 詳しい動作の説明は口述する。一つのセルの浮遊ゲートにある電子の蓄積量、つまり電荷の量が、廃か、廊下で1ビットの情報を記録する方式を、SLC、シングルレベルセルと呼ぶ。また、電荷の量の違いを4つ以上のタジで判断することで2ビット以上を記録する方式を、MLC、マルチレベルセルと呼ぶ。 電荷量の区別のため、2ビットのものを単に MLC として、3ビットのものを TLC と表記する場合や、また、2ビットのものを MLC-2、3ビットのものを MLC-3 などと表すことがある。難度型では、セルを駆動するのに必要な動線を複数のセルで共有している。このためデータの書き込み、読み込みはページと呼ばれる複数ビット単位で、 消去はブロックと呼ばれる前述のページを複数でひとまとめにした単位で一括して行われる。このため難度型フラッシュメモリの動作は以下の3つが基本となる。ブロックあたりのページ数は一列に直列にするセルの数になる。1ページ2112倍と1ブロック64ページの場合、1ブロックには セル64素子を直列にした列が16,896列、あることになる。フラッシュメモリにも寿命がある。書き換え可能回数に上限があるほか、記録内容の保持期間も有限、最大で10年から数十年であり、劣化により書き込んだ情報はいつか失われる。また、回路構造上、ノア型よりもランド型の方が劣化が進みやすい。また、 データを常に記録するような用途で使用すると、特性上急激な劣化、不良ブロックが発生し、製品寿命が著しく短くなることが予測されるという。浮遊ゲートへ、電子の注入と引き抜きを何度も繰り返すと、トンネル酸化膜と呼ばれる絶縁層である、酸化膜を電子が通過するために、格子欠陥と呼ばれる電子が通過しやすい箇所が増大していき、 この層が劣化してゆく。やがて公子欠陥が層を貫通し電子が通過してしまい、正常に情報の記録が行えないセルが生じ、このセルを含むブロックは不良ブロックとなる。この時の誤りは口実の誤り訂正の仕組みで、かなりの程度までは訂正される。この一度生じた不良ブロックは回復することなく、この不良ブロックを使用しないように管理をする必要が、 一般的なデータ書き込み及び消去後、不良ブロックの検知処理を行い、不良ブロックを管理するロジックが組み込まれている。不良ブロックと検知されたブロックは、上長バイト内に不良ブロックを示す、フラグ情報が書き込まれる。書き換え頻度の上限回数は、各社のが、SLC で10万回程度、MLC で1万回程度の消去、書き込みが上限ではないかと言われている。 メモリセルに対する読み書きによって、ゲート酸化膜の劣化が進行すると、電荷の蓄積量が当初の設計値とずれてしまい、0と1の差異が判別できなくなることで寿命となるが、読み書きが全く行われないブロックでも、近隣セルの動作に伴って電圧が加わるため、読み出しディスターブと呼ばれる劣化が進行する。難度型の欠点として、書き込み時のエラービットの発生が、 比較的多いことが挙げられる。これは書き込み時に過剰な電子が浮遊ゲート内に注入されてしまうことにより、読み出し時にセルからの出力電圧異常が発生することや書き換え回数の上限に禁する。このため難度型ではページ内の誤り訂正コードを演算し、上長記憶エリアにこの誤り訂正コードを書き込む。また、読み出し時に 要求の記憶番地に該当する、ユーザデータと誤り訂正コードを演算し誤りがないか確認し、誤りがあれば訂正処理を行い、必要ならば不良ブロック処理を行う。難度型では、データの書き換え及び消去を繰り返すと、セルが劣化し、データを書き込むことができなくなる。このため特定のブロックのみに、データの書き込み消去が集中すると、 そのブロックだけく寿命を迎えてしまう結果をもたらす。この現象を回避するのが、ウェアレベリングである。ウェアレベリングにはいくつかの手法があるが、ナ度型フラッシュメモリを使った記憶媒体では、メモリチップ内部からのアドレス信号を、チップ内部的に異なるアドレスに変換して、各ブロックの書き込み消去回数が平準化するように、する手法が広く用いられている。 またこのアドレス変換情報も難度型フラッシュメモリ内に書き込まれて保存される。なお、この変換アルゴリズムは複数存在し、記憶媒体のメーカーの特許等になっている。2001年頃まではフラッシュメモリの市場規模全体から見ても難度型は約10%程度を占めるに過ぎなかった。2003年頃から難度型フラッシュメモリが成長し、 金額ベースで2001年には全世界約8億ドルだったものが2004年には約72億ドル規模となった。難度型の市場規模拡大に伴いビットあたりの単価も大幅に下落した。2006年にはワンチップに 2GB、グバイツの容量を持つものも登場し、小容量ハードディスクとの競合が始まっている。また2008年8月に 東芝がチップあたり3 2ットの難度型フラッシュメモリを発表し、同年第4四半期から量産を開始している。2013年7月には、ベイミクロンテクノロジーが1 2 8グビット無区難度フラッシュメモリを発表し、同年第4四半期から出荷を開始する。二千十七年現在の世界シェアは、一位がサムスン電子でセント。 2位が、東芝メモリで16.5%、3位が、ウエスタンデジタルで15.2%、4位が、SK ハイニックスで11.0%、5位が、マイクロンテクノロジーで10.9%である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。